おはようございます。11月15日第449回ポゴナカアニマルラジオです安くて綺麗なカメがね好きということで、まあ好きというかまあカメ全般に好きなんですけど、安くて綺麗なカメよりたくさん買えるし選びやすいしいいよねということで、関東草亀この間おすすめさせていただいたんですけど今日はねヨーロッパ沼亀ですね。これはとあるお店で買い取りでね来たっていうやつだったんで、なんかちょっと綺麗そうだなと思って買ったんですけど、そうすごいね、放射模様が細かく出てっていう感じです。これからどういう変化して、まあ地味になっちゃうのかなとかねわかんないですけど、僕はねまだ全然キボシという沼亀というかヨーロッパ沼亀をね飼育したのこれが初だったんでね、ここから一気に増えて今9匹いるんですけど、ヨーロッパヌマガメだけで9匹いるって考えると、うちにカメは一体何匹いるのかって考えてないんでね、本当何匹いるのか全然理解してないんですけど、多分50じゃ効かないでしょうねっていう感じです。でまあね、特にこの安くて綺麗なカメたちっていうのは、まあこれおぎれでね、ちっちゃい頃結構おぎれ目立ったんですよ。結構バッサリいってるなっていう。ただね、伸びてくると、成長してくるとね、なんか馴染んできて、そんなに目立たなくなる。関東草亀のオスもね、最初来た時は結構おぎれだなと思うんですけど、先っぽ丸くなってるんですけど、別にこれぐらいしょうがないよねっていうようなレベルになるんですよね。だから逆に言ったら、安価でね、いい亀欲しいなと思ったら、おぎれ特化になっているね、この辺を狙ってみると、さらにね、安くいいものが買えるのかなと思います。あとは甲羅の模様を見てね、僕がなんかちょっと良さそうなやつを抜いてみて、もちろん飼育経験が今までないので、これが良くなるとかね、これがどうなるっていうのは全く僕理解してないんですよね。ただプレスパコさんの結構すごい模様をしていたように感じたやつ、今入れたんですけど、こっちがプレスパコですね。でちなみにプレスパコは多分メスなんで、今オスが反応してしまいましたね。めちゃめちゃ反応してしまいました。ちょっと機嫌なんで一回出します。これすごい綺麗だなと思ったんですけど、ただこいつを見ちゃったからいけないんでしょうね。全然差があるような感じが。で他のカメと違って、このヨーロッパヌマガメのこの放射模様のところってちょっとデコボコしてるんですよね、模様のところが。だから本当彫刻みたいなね感じで、すごい綺麗なカメだなと思いながらね、毎日飼育しています。ちょっと苔が生えてくるのたまに擦ってやりますけど、今のところ成長してきてるところは全部白っぽくてね、放射模様が入るっていう感じで来てるんで、これは星になるんですかね、詳しい人に教えてもらいたいんですけど、僕は全然ねわからないので。ただ頭がねだいぶスポットという黒いスポットが出てきましたね。ちょっとずつ進化して変わってきているので、でまた半年1年したらだいぶ違いが出てくるのかなと思っています。なんせね、亀の楽しみの一つとして僕はね、その小さい亀をね大きく育てるっていう、アダルトまで持っていくっていう作業というか、作業って言ったらいいかな、楽しんで飼育するんですよね。やっぱり小さい亀ね、飼育して大きくなっていくと姿を見るとね、これね可愛さひときわでね、大きくなったなと思ってね、やっとここまで来たよって。でそれがね、すごい綺麗になったりするとね、ここまで、数年ね大事に育ててきてよかったなっていうふうに本当に思うんですよね。それが例えばじゃあね、安い亀だろうが高い亀だろうが何でもね関係ないです。本当にね大きくなった時の感動っていうのはね、すごい子供を育ててるのと同じような感じなんですかね。今子供を育ててそういうふうに感じるんですけど、もう可愛くて仕方がないみたいな感じなんですけど、カメもやっぱり可愛くて仕方がないですよね。でこいつらがねちょっとずつ大きくなって、ね、餌をしっかり食べて元気にしてるなっていう姿を見ながらね、やってると、朝の世話ね、夕方の世話大変ですけど、夕方夜か、でもそのね世話をね吹っ飛ばしてでもね、自分に価値があるものだなと思っています。正直この規模を飼ってしまっていて、部屋を温度を上げてね、水道をバンバン使ってって考えてね、ガスも使ってるんで、相当月の維持費かかってるんですよね。だから本当に正直ちょっとアホだよねっていう話になってしまうかもしれないんですけど、
それでも亀が好きっていうことでね、やっていく感じです。今日はちょっと曇りで、まあ今日も寒いですね、もう寒い日ばかりという感じなんで週末もっと冷えてくると思うんですけど、これからちょっとどうなっていくのかね、わからないですけど、わからないというか、まあ、寒くなるのはあれですから、暖かい日もまたあるのかもしれないですけど、まあ基本的にはもう寒い日ばかりなんでね、亀のことを考えてね、まあ、冬眠させる、室内に入れる、ね、いろいろ手段はあると思います。僕は外で冬眠させるっていうのにビビってしまっているタイプなんでね、室内に入れると言いながらね、去年まではね、関東普通に外に出してたんですよね。で、去年は途中で取り込んでしまってから、なんか繁殖が今年はうまくいかなかったので、もしかすると取り込むのが早すぎたのかもしれないです。まあ、そう考えるとね、焦って入れてしまうのもいいのか悪いのかっていうところだと、感じます。なんでね、まあ、繁殖を考えると、ね、外に出した方がいいのかもしれないんですけど、ただなんか亀を大事に飼ってるなっていう、まあ、大事に皆さんに飼ってるの大事はあれなんですけど、まあ、僕がビビってるっていうところですよね。もし何か事故があったら、どうしてもやっぱり繁殖ってね、事故が起きやすいので、いや、リスク背負ってやれないなっていうふうに僕は思っている感じなんですけど、ただやっぱりリスクを背負った先にね、まあその新しい生命が誕生して子ガメをね、自分のところで増やして、自分でね、卵から、まあ、卵うまくいけば卵からね、帰るところから見れるわけですからね、それほど素晴らしいものはないんじゃないかなと思うんで、まあ、そこも味わいたいんですけど、そのリスクを僕はどうしてもなかなか取れないなっていう感じです。なんでね、まあ、いいのか悪いのかあれなんですけど、いろいろ人それぞれね、楽しくやっていければ、まあ、僕は別にこういう感じでね、ヨーロッパの眺めが綺麗になったって喜んでるぐらいなんでね、喜びの多分高さが低い方だと思う。まあ、本当ね、ちょっとしたことでも嬉しいんでね、でちょっとしたことでも腹立って怒るっていうね、まあ、そこはいいんだか悪いんだか分かんないですけど、そんな感じです。はい、なので、皆さんもね、こういうね、安くていいカメっていうのをね、ちょっと見てみると面白いんじゃないかなと思います。そんな感じでね、まあでも高いカメ欲しいですよ。今僕欲しいカメなんだろうな、まあ、シェンシー欲しいですよね。シェンシー、まあその上行って、まあ、しまえばね、ユンナンとかあるんですけどね、ユンナン、まあ、シェンシーはまだ現実的な金額で、あとはまあハイナースペングラーが欲しいなと思いますね。ちょっと飼育できるのか怖いですけど、あとミルマグツアシもまた買いたいなっていう気持ちもあるし、まあでもあとはコガシラスッポンとかですかね、したらインディカの方ですね。まあ、あと買えない系でいうとね、やっぱり、まあ、まあケラレヤマガメなんかね、一じゃないけど買えないよねって話ですね。まあ、欲しいカメっていっぱいいるんですけど、なかなかね、今の国際情勢だったりね、その動物に対してのね、あの保護って考えると、まあ難しいのかなっていう。まあ、あと20年か30年早くね、もっとガツガツやってたら、もっと面白かったかもしれないですね。なんでまあそういうものはね、しょうがないものなんですけどね、という感じで、今日はね、この辺で終わらせていただきます。ありがとうございました。